彼氏できたんですか？それね、最近めっちゃ言われる。こんにちは。あ、金太郎選手ではないですね。昨日はね、きつかった。昨日もきつかったけど、犬飼いたいけどね。そうだね、まだ飼える状況ではないかな、もしかしたら。直樹の試合、あ、行きましょう。直樹の試合前の5月だけでもいいですけど。直樹のセコンドにはつきません。大晦日のライジン、今年はどうかな、わかんない。富士山行きたいんだよね、年明けの朝日を見に。初日の出を見たいんだよね。直樹に怒られる。確かに。元気ですよ。これから直樹とご飯ですよ。今かかってる曲は、わかんない。42分でしょ。16分の電車に乗らないといかないからね。よろしくね。直樹はあいつのお兄ちゃんです。なんかフィルター使いたい。電波悪い、もしかして。だけど電波悪くね。蛇っぽい赤い唇でしょう。茶色も好きだけど赤も好き。髪の毛黒い時はね、あの茶色が結構いい感じだよね。そう、これから池袋に行きます。焼肉を食べに。リップはジバンシの赤。これももらったもの、ほぼもらったものだね。いつきありがたいことに。なあ、めっちゃ電波悪いのかな。久々のライブですね。そうだね、久々のライブですね。顔が白く感じる。
ピアスは普通のだよ。今ちょっと太ってるかな。平田さん大臣出る可能性はないに等しいかな。タトゥーはね増やしたいんだけどね、なかなか行けないんだよね。行く時間がないわけでもないんだけど、まあなんで気にしない、まあね、それはね大人の事情と言いますか。電波悪いですか。ライブ見てますよって、これからもワンの選手ってこと。そうですね、金太郎選手とは最近は特に、最近はというかいつも何もないですけど、ライディはライディはやばい。いやいやそんなことないですよ。海外でね、なんていうのやるのはね結構新鮮。マジで言葉も通じないしね、大変だけど、それは日本じゃ味わえないことかなって思ったり、いやマジでコロナ増えたね。なんだこれ、うわすごい、48分だ。ラジバンダリーニート東京って何なの。ジュリトゥージさんとユキさん見てください。ほらお腹ブヨブヨになっちゃった。どうですか、ユキさんがくれたやつめっちゃ愛用してます。健康的な朝だな。ナイス。ナイス。オス。オスって流行りなんですか？コウシロ君にもオスって毎回言われるんだけど。短髪お似合いです。髪の毛切りたいんだよね。なんか渋谷原宿あたりで美容室おすすめ教えてほしいな。髪の毛も染めたいし。50分だ。
オスは昔から流行ってるんだね。カムの散歩は一昨日？昨日？昨日か。昨日した。あ、すごい。これがいいよ。愛を止めて僕。中目黒だと遠くはないかな。遠くはない。今日の夜ご飯はこれから焼肉に連れてってもらいます。僕が切りましょうか。 BJJ って絶対充実の人じゃん。止まっちゃったよ。なんか送ってきたんですか？なんか顔変。これもなんか顔変じゃない？もう行く時間なのに。もう行く時間なのにな。僕は久しぶり。そうなんだ。何待ちですか？確かに。お出かけに行く前。これから池袋に行きます。山手線に乗ってビューッと。ハロークラブはね、いつも渋谷しか行かないな。
でも2月、去年の2月から一回も行ってない。絶対やばいでしょコロナ。今池袋いろいろ並んでたって。え、嘘。ふっさ、嘘、いいな。何入れたんですか。じゃあ原さんに入れてもらったのかな。原さんだったら本当に全く一緒。じゃあ今度一緒に入れに行きましょう、タトゥーホーリーに。これめっちゃ顔違うよね、月実物と。ほらめっちゃ加工されてる。はい、原さんです。うっそ、やば、激アツ。それは何入れたんですか。女の人かな。何入れたんだろう。最高じゃん。 Can you speak English? また明後日。いいな。じゃあ原さんのインスタに載ってるのかな、見てみよう。ちょっとでもあそこ地下だから電波届かないよね。いつもね携帯ぐるぐるしてる。だから届けと思って。お花を稲妻にカバーアップ。やばー、いかつ、かっけー、めっちゃいいじゃん。乗ってるかもね、後で見よう。あー、あいつ帰ってこねえからもう先出るか。よし、もう行こう。また夜にインスタライブでもしますね。